はい、さあ皆様元気ですか？ガキです。レインボーシックス CG、なんだっけ、で、ちょっとテストサーバー、ファントムサインだ、オペレーション名は。テストサーバーやっていこうかな。こう変わってるね。前までは遠くに2人映ってる感じだけど、今回なんか1人ずつ拡大してるって感じだね。で、新豆のノックとウォーデン、ウォーデンノックが攻撃力エレーターで、ウォーデンが防衛。まあこっちの抱えてる通り、ノックがヘルプレゼンスリダクション、起動すると偵察ツールからノックの姿を消し一部を除く音を軽減する。カメラに映らないんだよ、ほとんどのカメラ。確か、一応全部消えるけど、全部のカメラに。エコーとかだったかな。あ、というと、バルキリーだったか、バルキリーじゃないか。どっか、でも、エコーとかはなんか、消えるけど、ちょっとチラチラ映っちゃうんだよね。ちょっとこの、ノックの姿が。チラチラ、ちょっと、ちらつきが見える感じになっちゃうんだよね。で、この音、一部の足音が消える。まあ、ほとんど、消えるんじゃないかな。一部、覗く音っていうのがちょっとわからないけど。まぁ、あ、ちょっと、この後一応、テロハントでやるけど、あんまわからんからなぁ。マルチプレイやりたいんだけど、多分全部取られるから。まずは、セルハントでやっていこうかな。で、防衛のオーデンがグランスマートグラス、サングラスだね、一応サングラスがガジェット。起動している間はケーブルの中でも見えるようになる。またフラッシュへの防衛やフラッシュ効果の軽減にも使用できる。スノークの向こう側も見えて、で、フラッシュも効かない、もう起動中はっていう感じだね。まあ、まずちょっと、テロハントで一応やってみよう。ソロで。ゴー。で、カフェドストエフスキーのリワークが来てるんで、こっちに一応設定してある。まあ、その、外を見ながら中に入っていこうかな。まあ、一応公式でも、公式がめっちゃ出してるんだけど、どんな感じに変わったか。俺も見てみたいから、ちょっと見てみます。よし。で、武器がこれ、一応2種類。で、今回なんか既存の、誰かが持ってる武器のを持ってるんだよね。お？これはあれだもん、リージョンのショットガン。変わってんね。外見ていいから、外見てくるか。あ、こっち飛ぶ、ダペリングしかできない。これはそんなに変わってないか。あれ、こっち向きじゃなかったよね、この車。多分向こう向いてたよね、前。だからこっちから見えるようになってる。あっちの扉っていうか、ガレージっていうか。へえ。あ、こっちも閉まってるんだ、ここ。
一応仲間内はどんな変わってるかっていうの見たことあるんだけど、動画で。ああ、ここも全部。ははは。ああ、こっちだけ。ああ。そういうことね。ああ、こっちも窓一つなくなってる、こっち。ここだけ。こっちも閉まってんね。こっちも、こっち閉まってたっけ。こっち開いてたけど、閉まってるね。はあ。で、上も、いろいろ変わってますよ。ここ。ここも見れなくなってる、こっちから。ここか、ここぐらいしか見えない。見るとしても。で、落としがここ増えてる。あっちとこっち。あっちとこっち。ここはまあ一応、同じ感じのところだよね。で、ここが新しくできたところの上。だよね。とりあえず1階が結構変わってるっていうから、1階から見ていこうか。よいしょ。まず正面、うん、このバツもなんかちょっと変わってるね。濃くなってるっていうか、入り口入って、あこっちも部屋が増えてるんだ。こっちの部屋が手荷物一時預かり所。へえ。だよね。で、こっちを切って、ああ、ははで、階段がこっちかーってね、こっちで階段あったんだけど、こっちになってるね。おっとっと。こっちになってる階段が。こっちキッチンね。で、右こっちから行ってみるか。カメラの位置はどうなってるんだろう。変わってるよね、やっぱ。こっちにカメラがあったんだけど、カメラがない。カメラの位置も変わってるんだ。ここにないのかな。他の場所に付け替えられた感じ。ボムはってか、防衛も、こっち、ボムはなくなって、あっち側になったんだよね、確か。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。おぉ。広いからね、キッチン広くなってるから。あぁ、こっち上。で、こっちが、この肉があったところでも、こっち肉があって。ああ広くなってんね。ここもちょっと覚えていかないとだな。同じ感じだから分かるけど。こっちもあって、こっちも、まあこっちが階段だよね。向こう側は。で、こっちが仕切り多くなってっていう感じか。はあ、はあ。はあ、はあ。キッチンこっち出て、こっちが、なんていうの？ここか。ここに、こっから出てくるはずなんだけど、確か。ちょっとずれてるね。ずれてるか、なくなってんだよ。通路が。ああ、そういうことね。来てんだね。
こっち、あ、ボマいるんだ。アウトバックがいないのに。新しく、ディバークはそんな関係ないのかな。ああ、こっちなんか広くなってるね、やっぱ。ああ、広く感じるね。よし、じゃあ一回行ってみる？こっちはもういいかな。こっちか、上がってみようか。こっち新しいとこ。エネミー。ああ。ここの、こっちも確か棒になってんだよね。まだか。こっちの攻めやすくなってる。こっちにこっちと向こうに。こっちか、こっちの部屋にボンボンが新しくなってる。あっち側がなくなってんだよね、確か。だからこっちの階段がなくなってるから、こっちのこっちから入れるようになってるね。入りやすくなってっていうか、あ、ごめんなさい、ごめんなさい失敗したー。まあ続き、武器変えてから続きからやります。はい、続きやっていきます。今ちょっと全員倒したんで、ゼロハントだ、敵は倒してきたんで全員これでゆっくりできる。で、武器も変えてきたんで、これは FMG9、 スモークだったかな。スモークが持ってる武器、持ってる武器ですね。で、もう一つがデザートイグル。で、今回デザートイグル、アタッチメント、サプレッサーと、なんだっけ、マズルブレーキだったかな、のタスが付けられる。バルキリーも付けられるようになってる。で、ガジェットは、まあ、さっき、ブリーチングチャージやってる。だったけど、これもう一つクレイモーだね。こっちもちょ、変わってるって、今変わってる。なんかデザインが変わってるって感じ。てか半分待ってるんだ、これ。こっちちょっと変わってるね。なんか小さくなったっていう感じ、こっち。なんか小さくなったな、この列車。ここもちょっとね、変わってる。こんな、なんかデザインがちょい変わってる。そう。で、上行ってみる。てか、まだガジェット消毒化してないな。このように。足元。自分の足元もちょっと消える。でも走ったら、ちょっとだ、増える。音が。なんか途中で使えるっぽいね。これ。で、満タンにならなくても使えると。一定以上溜まったら使えるみたいだね。で、途中で終わってもできるし、自分のタイミングでいけるって感じかな。まだ、すぐ起動できる。全部使っちゃったら、ちょい回復するまで起動できない。ここまで起動回復しないと。
一応いろいろここが増えてんだけど、ここと向こうが、こっちは落とし寄れないけど向こうがあるんだよね。さっきは上から終わった時にここ今割れてないけど、ここから降りられる、こことここから降りられる、2箇所から行けるで、こっちは落とし戸ある。ここは変わらずか。こっち窓ないからね、こっちに言いやすくなってるここでもあれか、前こっちに窓あったからちょっと隠れるのが困難だったね。ここなんか変わってるね、こっちが見えなくなってるね。こっからか、あ、階段の上からしか見えなくなってる。カメラあれか、攻撃だからないんだが、テルハントの攻撃はカメラないんだよね、確か忘れてた。でこっち落としがなくなってる、こっちにあったけど、ここは消えてんねっていう感じだな。うん、じゃあ次防衛やるか。じゃあ防衛やります。はい、オーデン。オーデンは、あれあれあ、できた。あれシビアだ。前に来すぎたら、あれができない。補強できない。ああ、ほんとだ。後ろに行かないと。これちょっとやりにくいな。バグが。オーデン、ここで今見れない、見れない、雲、スモークの向こう側見えたり、クラッシュが効かない状態で、オーデンは、あ、オーデンは全部溜まらないとダメなんだ。あはは、この使いどころがあれだね、重要だ。あ、途中で切っても最後からの、最後っていうかあれなんだ、ね、はあ、はあ、でサブ武器がこれはなんかこうエラとかが持ってるやつ、ハンドガンだよね。一人だけ、で、まあ、なんていうの、あと3人。お、あ、上飽きてきた。こっちか、来ないな。飽きた。あと1人は、ないパターン、飽きた。はい、おそん、なあ、これまだ変わらないんだ。あ、変わってる、変わってないな。このなんだっけ、展開型シールドもちょっとなんか変わるらしいね。まだ変わってないけど、こっち間から見えれるなんか防弾ガラスみたいなのがついてる。これまだ実装されてないね。ああ、ちょっと離れないと表示されないな。これバグなのか何なのか、仕様にしたのか。防衛の場合、敵がこう進めてくる時はクラッシュとかたかないからね。一応スモークはたかれたけど、
先使えばよかった。お、よし。あれ、あ、見、あ、止まらないと見えないんだ。あ、このグラスも変わってるんだよね。グラスも止まってないと見えなくなってる。よし、じゃあ次武器変えてやろうかな。追い替えます。よし、武器変えてきました。あ、この武器は BMPX か、バルキリーが持ってる武器ですね。で、サブウェポンが、これは、あれ、ドッケビトが、ビジルが持ってる SMG12 ですね。で、有刺鉄線だな。走り方がこの MPX の走り方がこんな、あれ、あ、全部か。MPX も SMG もこんなだ。さっきの走り方こんなだったっけ。ちょっと分かんないけど、まくるね。開けまくんね。え、どこ？え、これね、どこ開けたのこいつ。っていう感じですね。これも相変わらずリコイルが難しいね。これマウスだから一応マウスだとコントローラーだったらもっと厳しい。うん、っていう感じですねっていう感じですよね。あ、やっぱ止まってる時にこれが頭ってっていうかね。で、ガジェットが全部回復しないと使えないと。よし、今回はここまでしておきます。自慢できたらマルチプレイもプレイして、取れたら取れたでやろうと思います。本日のご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあ、やっぱ